緊急です。煙先生、サングラスをなくしました。あれ、どこ行った？サングラス。レストラン？レストラン？喫煙所？飯食ってる時に、俺がつけろよって言ってつけたじゃないですか。くっつけた。で、外したでしょ。外した。気がついたら。うん。それどこ？レストランが気がついてもレストランの机は何もなかった？見てないよ。ちょっと VTR 確認してもらっていいですか？本当にそれかも。うん、それだ。あれー。チェックして一回 VTR。で、つけなさいよ。あ、待って、この時点でほら見て。胸ポテトに刺さってる。あ、まあ刺さってるね。刺さってるね、胸ポテトにね。刺さってるよ。で、ついてるシーン一回まず探したら。いや、ここかけてる。かけてるね。その見て見て。あ、かかってるかかってる。胸ポテトに。ある。あるよ。あって、ここで終わったってことは？次の動画は？ここは？金のとこね、金のとこ。まさかガキに。あ、つけてる。ほら。ということは？どこだよ。どこでなくすんだよ。どこでなくしたんだよ。大丈夫、ガキに持ってかれてないか？ガキのハンコの瞬間映ってないか？あれ？え？この時にはもうなくないか？ある？嘘？ない？ないよ。ないよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って。マジでこう階段を降りてる間に。は？あれじゃない？風すごい吹いたじゃん。風吹いてるね。ここで落ちてない？もしかして。ありえるよ。だってこんだけ風強かったら見えないな。降りたらある？胸ポケット。いや、もうないと思う。あ、ないない。はなんでだよ、なんでなんでだよ、ここはなんでねえんだよ。ここはマジでこことこの間、ここにあんだもん、この最初にあんだもん。ほらあるだろ、あら目が見えるだろ、あるよな、胸ポケットにな。あって、で、こうなって。絶対風だよ。風、絶対風だよ。もうないんだよ。もうないんだよ。絶対風で飛ばされた。じゃあ、そこの階段行こう。絶対そうだ。階段一個一回。釣られたな、ボッタ。ないよね、ないよ、ポケットとかにも。ないよな。そうです、俺、絶対てっきり喫煙所かなとか思いましたけど。いや、俺絶対風だと思う、あれ。落ちたんじゃない、あの時風で。落ちたら終わりか。でもまあないんだもん、あの瞬間に。でも風あまりにも強かったから、ありえるよこれ。4階だ、4階から鐘の方行って登ってこう。とんでもないことになってきました。サングラス、あれいいやつでしょ、あれだって。あ、まあまあ2万ぐらい、レイバンのレイバンがなくなりました。やばい、マジで海ほたる、魔境すぎる海ほたる。違うよ、やばいのせいじゃねえよ。え、待って、え、何何、足湯あるんだけど。そういう意味、足湯足いらん。あ、いらない。いらねえ足。サングラスがなくなったから夢中。夢中のスピード。ここだよ、ここ。ここだ。これが現場ね。これが現場。ここだよね。本当にもうこっからないんだよね。この辺からない。落ちたか、マジで。車に踏まれてる可能性あるか？絶対ここで落としたよね、多分。俺絶対ここで落としたなと思う。だってないぞ、下だよこれ。下かもね。粉々になってない、どっかで。は？いや、下だよ絶対。まあここにはないもんな。ワンチャンここはここ見てみる。ちょっと登る。風強い本当に。サングラスを手に入れたぞーの金じゃない？その金じゃない。ほらないよ、本当にないよ。マジでないし。一応喫煙所も見ます。喫煙所じゃないじゃん、だってもうないんだもん。多分でも、あ、でももしかしたら、そっか、ポケットとかにあの間映してる可能性もある。そうか、あの風が強すぎてね。そうそう。いやー、おもろおもろ。ここで物なくすやついるんだ。あの VTR チェックがめっちゃ面白かったな。ねえわ。ねえな。下、ここからこの真下降りましょう。だから。あ、エレベーターで降りましょう。エレベーターで真下降りて。ちょっと待ってくれ。はい、来なきゃよかった。はい、罪なし。なんでそんなこと。楽しかったね。ああ、最悪。ああ、お前のせい。お前のせい。いいとこだろ、海ほたるは。お前の運転とかいろいろあった。あれ。一回集中、一回サングラスの声を。サングラス。あれ？声がするな。彼は声が聞こえると言います。サングラスから聞こえてくる声。それを彼はたどると言います。すごく近いわ。彼は FBI で何件もこの事件を捜索することに成功しました。もうダメだ。ダメだあいつ。あの超能力捜査官ダメだあれ。風も分かってねえわあいつ。下にあることあるか。もうコロコロ転がっているでしょ、こんだけ強かったら風。ね。まあ。パクられました。パクられてねえよ。絶対パクられた。スリ銀完全にやられてる。スリ銀に現れたあ、まあその車両に現れるからあれ車にまつわるとこいないよ。サングラスの半分持ってかれた。じゃあ半分も残ってんじゃねえかよ。それない、マジでないぞ。ないじゃん。ちょっとインフォマ行こう。インフォマね。あった、インフォメーションあった。いて全部の最後の望み。いけ聞いてこい。すみません、ちょっと落とし物でレイバンのサングラスできてないですかね。あるでしょうか。あ、完全にそれです。ありがとうございます。まさかなんか書いてる。反省文書いてるのかな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よかった。あるんかい、ちゃんと。よかった。あるんかい。ちょっとどういう意味？海ホタルいいやついすぎ。拾ってたから届けてくれたことか。うん、そう。いいとこ海ホタル。海ホタル最高。入るよじゃあ。はい。はい楽しい。あれ。帰ろう。何の曲とかは分かんないけどすごい聞いたことあるやつだ。何の曲か分かる人になりたいな。帰ろう。そう分かってるけど何の曲か分かんない。これなんて曲なんだろうこれ。こんな知ってんのになんて曲なんだろうこれ。すいません。あ、川崎方面の方に行きたいんですけども。川崎？はい。ではハザードを焚いていただいて。はい。上田料金所あります。はい。そこを過ぎるまで消さないで。あ、わかりました。上ってるカードもまたご案内いたします。あ、わかりました。ご安全に。はい。料金所にガードマンがいると。ラッパー兼ユーチューバーのガードマンがいるってことですね。あいつはラッパーや。俺はラッパー。それ誰だ。お前夢見てるか。それ誰だ。それ。なれないマイメ。なんで教えてくれない。こいつ口臭いね。誰なんだろう。わ、すごい雲。入道具もしれない。そんなに笑ってないね。楽しい。分かってんのか、あんた今迷彩やで。あったけど。面白いシリーズ。面白い場所。浴衣姿まで行く。私はって。あれ？激コミファルコンじゃないこれ。は、これ激コミファルコン？え、これひょっとして激コミファルコンじゃない？待ってくれよ。ファルコンってなんだよ。おい。激コミファルコン？これ激コミファルコンじゃないか。ファルコンってなんだよ。沖縄で免許取った時、海が綺麗だからよそ見してどんどん道からずれちゃって怒られたことある。帰れ。友達と一緒に免許合宿行ってたからさ、大辻君がさ、あ、海めっちゃ綺麗って言ったらさ、俺が横見てさ、道から遊べるからさ、教官のさ、あざま先生がさ、大辻君、海の話しないでって怒られて、先生が沖縄の名字すぎる。そんなことない。あと、ネロメ先生がさ、ネロメ先生、沖縄の先生ですね。え、本当にそうだったね、でも、ネロメはマジで怖かった。ネロメ怖いんだよ。俺ら自体はネロメは終わったとか、超激怖おじいちゃんだった、ネロメ。はい、風の塔に来ました。風の塔に来ました。風の塔だ。風の塔です。風の強さがちょっと。あれ、あいみょん。あいみょん。心を揺さぶりすぎて。別に歌わなくていいけどね。初めにまあね。巡り返しの日。そんな歌う？麦わらの飛ばし歌うね。マリーゴールドをよ。おいい隙間をバイクが。今さ、スケボーの対面じゃなかった？スケボーの対面じゃねえよ。スケボーの対面じゃなかったか。俺意外にこの音楽やってなかったくせに、ちゃんとギターのリフとか覚えてるの偉くないですか？ギターやってる人がこの耳コピする部分じゃないですか。なんかそこは歌えるんですけど、決して弾けないんですよ。いやいや、それはな、それと別だから。決して弾けない。決して捕まえるみたいに言うな。決して捕まえることのできない。コードブルー。花火のような光だとしたってもう一回もう一回。もういいって普通に歌わなくて。もう一回もう一回。いいよ。なんで歌うんだよ。浅利陽介さん。奥を取らない。いや、浅利陽介大事じゃねえよ。浅利陽介大事じゃねえよ別に。その4人の中にはいるけどな。いるけど別にいいよ浅利陽介。ひがらみひがまなみだったらなんて言うかな。だってそれ付き合ってるけど。合流？あ、ここから合流すんのか。うん、余裕だ。余裕？うん。お前今日ついてる。合流が余裕だずっと。合流余裕で合流余裕で毎月何日 ?1 日と1日以外は合流で毎日かてめえ論破すんなよ。トンネル出ろトンネル出ろじゃあ一緒に行こうよ一緒に行くしかねえだろそしたら。てめえ論破すんじゃねえぞ。水田さんやってる暇ないぐらいすごい顔でしたピリつきカーブ。ピリつきカーブ今のエミちゃんカーブでした。こっちも本気でやってる中年カーブカーブ側もね。あ、合流やばい。合流やばい来んなバカ余裕。あ、切るでもいいね。もうこいついた。うん、あぶねえ。今ちょっとヒヤッとしたね。ヒヤついたね今。ヒヤついた。日産やるね。やるね。俺たちをヒヤつかせることに関して。こっちも本気でやってる10年合流だね。合流ね今の。やられたね。渋谷にもう出んだけど。もう渋谷じゃん。早っ。うん。早っ。帰り早くないですか？なんか渋滞終わった瞬間に。そうだな。道なりにずっと行ってもらったら246にぶつかるって。嫌い246。246嫌い。もうすぐ着きますよ。俺寝てない。俺寝てない。お前の丁寧な運転で。デジタル起こして。俺丁寧な運転でスタッフみんなぐっすりじゃないから。デジタル起こしてあげて。そんなんじゃないから。疲れてるの。ずっとついてたから。ずっと起きてたし。え、待って。俺の出待ち？やばい。マジで。積んでるぐらい人いる。駐車場。あ、違う。もっともう一個。あ、もう一個か。着きました。着きました。無事完了。アデュー。あれー、無事着きました。車くん運転結構上手で全然危なげなく不安な感じになることもなく、はい、見事な運転でしたけどどうでした？合流がしんどかった国母くんぐらい態度悪いです昔の国母くんぐらい態度悪いこれからもいろんなとこちょっとドライブで行ってみたいですよね。てかもう地平線に届くようにもう限界まで振り切りたい。国母くんじゃん。なんで国母くんぐらい態度悪い。ドライバーズハイね。ドライバーズハイ。地平線に届くように。わかんないよ。ドライバーズハイになっちゃった。ドライバーズハイになっちゃった。どう？何？何点？いやもう運転でたら100点に近いと思うんですよ。あ、でもね。あなたもサングラスなくして100点。これからもいっぱいドライブしていきたいと思います。チャンネル登録お願いします。